也得喊他们死了。大家早安，今天我跟文丹本来要去赏花，这几个礼拜其实我们都一直在看疫情的消息，然后因为最近真的越来越严重，我跟文丹决定我们两个不要去外面赏花，我们两个要自己在家里赏花。本当はね、ちょっと行きたかったんやけどな。このご時世なんで、しょうがない。就是现在去外面赏花真的不太适合啊，大家都尽量最好待在家里，是保护自己也是保护身边的人，但是还是会觉得可惜啊，因为赏花就是一年一次，那为了不要冒这个风险，然后要得到最快乐的感觉，我跟文章决定今天就在家里赏花。まあダイソー行って桜っぽいものをいっぱい買って部屋でデコレーションして、そうだね、ルーちゃんと一緒に弁当食べてちょっと花見気分を味わおうかなと思います。逆にこういう花見初めてじゃん、はい、ちょっと今ワクワクしてます。私もすごいワクワクします。じゃあダイソー行こうか。レッツゴーゴー。因为爱讲说 Q 讲发不出告诉的数，然后我就在看文章发不发出来。文章告诉告诉数数几个数数数数 K 麦克。文章一开始明明就发得出来，现在完全发不出来了。マシュレクターよくない。这个就叫做新手运嘛。今天文章的赏花穿搭，期待哦。アースカラー、アースカラー、今流行りのルーちゃんの花見コーデ。噔噔。我们两个现在来到的是大创，要来买樱花相关的商品，全部都是樱花商品。哇，特别棒！我们要多买一点这种花。白っぽいのとピンクっぽいのどっちが好き？ピンク。わかるか。没想到这里就有卖樱花，好有趣哦！那讲用法是这样的，是是是，对，我吃东西都是一定要吃四个或者是四口这样子，就是是我从小就很奇怪的一个习惯，就例如吃洋芋片的话，我就要拿四片出来，然后一片一片慢慢吃，这样的一个 set 这样。然后这里还有卖樱花的壁贴，好可爱哦！这里还有卖赏花下面的坐垫，叫福音秀港，这个好厉害，就会变成这样子。これとこれにしよう。这个，这个，这个。我们买完大创的樱花了，现在要去伊勇看有没有卖一些赏花专门吃的东西。熊本真的好方便，好多这种大卖场。哇，本当いっぱいよ。大きいなら好きね。どこ行ってもなんか揃うから。这里就是伊勇大卖场的お総菜的地区。あの地区はな、あ、いや。这个区域就是一些赏花会吃的便当，都做得好漂亮哦。但是我跟文章想要去我们一直很喜欢的便当店买，想要在伊勇去买一些小菜之类的。だって牛カルビ重398円で。这个饺子的包装上面还是熊本熊抱着这个饺子，好可爱哦！这个小菜三样组合真的是主妇们的必备品。你们看它这样一盒里面就有三种小菜。哇，焼き鳥ですやっぱ。皮？何？ルちゃん好きなの買ってきた？これ皮大好き。じゃあ皮にしよう。あ、チーいっぱいあるか。ほら、四種盛り。じゃあ四種盛りにしよう。一般日本这种烤地串都有分成盐味或者是这种酱汁，我跟文章都一定买酱汁，因为我两口味都很重。天哪！这里有糯米团烧麦，哈，东巴台湾瓦吉，哈，真的，好烦哦！我在台湾的时候就超喜欢吃这个，不知道这味道有没有跟台湾一样。接下来最重要的是哈娜米就是要喝酒。OK， 接下来要来买要吃的便当，这个活动模都是文章说他大学的时候就几乎每天都会吃的便当店。这个是这里的菜单，这里的特色就是他们是现做，然后非常的便宜。我第一次吃的时候是吃这个海苔便当，最近只要300日元，超便宜。我们两个点的是猪排冻便当，还有牛肉寿喜烧便当。我们两个买了便当来了，接下来要回家准备去我们的赏花。我们两个现在到家了，要用这些东西来布置我们两个赏花的地方。好，一关机。一盘鸡，下面一盘海胆，让它充满青春的气氛。小秋妹的，懂吧？最初ルーちゃんがね、透明なテープ絶対うちにあるっつってさ、ダイソーで買わなかったんだけど、結局なかったね。申し訳ない。混ざってるな。我昨天在收拾行李的时候，我记得明就有看到透明的、啊，结果可能是看错了，其实是粉红色的胶带。然后现在文章就在尽全力的把那个粉红色的胶带藏起来，别让大家看到，不然不好看。我的洗锅都没进来呢。我洗锅都没进来。いい感じだね。いや鳥とか来るとなんか本当に桜って感じがするね。ね、なんか鳥の隣でちょっと花つけてあげよう。全部シールにすればよかったね。ね、と思った。落ちてる桜を。
撮ってる意外にいい感じじゃん。本当にこの増加とシールってのがいいかもしれない。ダイソー100円で買えますよ。見てしてるよ。うん、ほらしてるよ。あ、ここに止まるよ。こっちも止まってるよ。那我们当然，那我说我来铺这个坐垫。这个坐垫好像是赏花专用的。其实去年我们是用蓝色，那个是文章跟公司借来的。然后可是今年他就没有借，就没有想说，哎，应景一下去买个这种放在地上的坐垫。好小哦，这个只有这样，超小的。文章去年跟公司借的时候，那个蓝色超大的，这个好小哦。立卡，耶，花三季。这个就是我跟文章2020年的赏花。哦，好耶。我们两个的午餐，然后还有文章的活动用意的午餐贴，吃饭喽！吃饭，吃饭，对对。文章的猪排冻，然后它的白饭是另外装的，长这样。然后我的话呢是 skiaki 便当，然后这个是我的寿喜烧便当，有四季豆，还有寿喜烧牛肉，还有豆腐。来了，吃吧。文章最喜欢吃这种竹轮的。いただきます。いただきます。いただきます。うまい。ちゃんと花見ながらね。あ、これのルネームいいかも。ルーちゃんの顔見せてるんだ。富士山が見える。素晴らしい。本当はルーちゃんと花見に行こうと思ってたんですけど、せっかく熊本に来たんだし、熊本城付近で花見とかしたかったんですけど、まあ、やっぱり今コロナの影響で外出しない方がいいかなとルーちゃんと話し合って、家で花見することになりました。意外にこれはこれで作る時間があって楽しかったし、意外におすすめです。皆さんも試してみてください。那文章的下酒菜，你刚才还要买文章的下酒菜。今年真的是对世界来说都还蛮危机的一年，也是有因为疫情的关系会影响到工作，但是也不能这样一直消沉下去啊。所以今年可以做这个，就觉得生活中虽然有没有那么如意的事情，但是透过这种小东西，就会让自己可以脱离那个现在那么悲伤的情绪。文章的竹轮沙拉加热完了。俺の顔ぐらいある。うん。哇。お客さん入ってます。其实我本来是完全不吃这种鱼浆制品的，然后因为文章的关系，我也开始喜欢吃这个。張り切っていろいろ買っちゃったんですけど、お腹いっぱいなので晩ご飯に食べます。皆さん知ってますか、桜は東京の方が早いんですよ。確かに、あの東京の友達みんなインスタも花見てるのに、そうね、熊本まだ咲いてなかったんだ。はい、ということで私たちの花見終了とさせていただきます。2020年バージョンです。いつもね、どっか行ってたんですけど、今年は家で花見ということで、これはこれで楽しかったね。2人でダイソー行って、そうそうそう、ね、お弁当買って、そうそうそう、あ、これつけた方がいいかなみたいなね、うん、まあ中もちょっと喧嘩したんだけど、例えば私テープがあると思って、うん、ルーちゃん買ってなかったんだけど、家にないと思っててルーちゃんにわざわざ聞いたんですよ、うん、透明のテープあるって。そしたらルーちゃんが絶対あるからダイソーで買わなくてもいいよって言ったんです。然后文章又不信，又问我说：“真的有吗？”我就说：“对，我昨天就是看到真的有胶带，就回家找，竟然没有，我真是气炸了耶！”結局なかった。絶対、いや、今も絶対あると思うよ。どうかに置いただけだよ。うん、僕は結果が全てだ。あるかないかの二択しかないから。結局なかったから、あなたは失敗。然后文章就一直说：“我真的很不适合出社会。”好，那这个影片就这样啦。现在真的日本的情况不是很乐观啊，但是我们两个就是尽量消毒，自己做好防疫，戴口罩，然后到处都会洗手，然后也希望在看影片大家也要注意哦，就是真的尽量不要出门，因为日本变得严重开始也是在那个日本的三连休之后就开始变得很严重，这个病毒真的扩散得很快，大家要小心。应该很多人今年不能来赏花觉得很寂寞吧，我们两个也不能赏花就来做这个，就希望这个影片可以让大家看觉得就是心乐暖一点，这样就开心。さあ、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。また再見。バイバイ。バイバイ。再見。わあ。わあ。しても「お祭り気分で」